はい、今宵も始まりました、第4週の、今宵もあなたとスナック恵子です。よろしくお願いします。本日もお二人のゲストをご紹介いたします。本日はダブルメインキャストということで、お二人お迎えしております。はい、では、佐藤シンさんからお願いいたします。佐藤シンさん。どさんこシンガーソングライター。10曲や20曲でシンガーソングライターを名乗ってはいただきた800曲。いや800曲あります。アクユさんが作詞した曲は4000曲、あと3000曲ぐらいは頑張らないと。頑張りたいと。はい、よろしくお願いします。佐藤シンです。どさんこシンガーソングライターの佐藤シンさんをお迎えしております。よろしくお願いします。今回ゲスト2回目でございます。はい、そして、リュークさんですね。はい、アマチュア音楽家リューク奥田さんです。よろしくお願いします。今回4回目ですかね。はい、4連発でよろしくお願いします。ということで、皆さんお二人とも、北海道からのシンガーソングライター、そしてリュークさんは名古屋からのシンガーソングライターということで、シンさんはね、東京と各地を行ったり来たりしていて、今日も新潟からのもう帰り足でございます。そこから南魚沼から、そう、新潟から直接青春18切符ね、ゆったりと車窓の風景を歌詞にしながら「けいこちゃんのためならえんやこら」ということでね、駆けつけました。すごい曲ですよね。私もね、実はこの曲知ったのは1年前ぐらいだけど、うん、そう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 。ライブ歌ったことないでしょ。ライブではない、うん、難しい。あ、そうそうそう、もう本当になんか魂こもった難しい曲なので、まだまだ私には歌えないなと思いつつ聴いていた曲、うん、木漏れ日ぐらい魂こもってる。うん、もう本当ね、なんかもう死ぬ間際で歌うんじゃないかなみたいな感じのねそれぐらいの心意気じゃないと多分歌えないぐらいの曲な気がすると思う。なるほど、うん、はい。そして、まあね、リュークさんはすぐ近くの水道橋から今日はいらしていただいた駅3つですからねそう、すぐ近くなのでもううん、そうそうそう。でも名古屋からということでね、これで単身赴任終わるんで、9月に終わってしまうということでね。何年ですか？10年。一口に言うけどね、大変なご苦労があったと思います。いや、それはサラリーマンですからね。サラリーマンですからね。僕は働いたことがないので、36歳の時からサラリーマンやめてね、ずっと音楽だけやってます。それはそれでやっぱり大変ですよね。私もだってさ、サラリーマン辞めて2年ぐらいでもうちょっとへこたれそうになってるぐらいだしね。その話を今度ゆっくり聞いてください。ゆっくり聞いてください。なんでゆっくりまた別の機会に、ここでは放送できない内容をはい、ちょっとシンさんに聞いてもらいたいと思いますけど。 P が入っちゃうね。P ばっかりになっちゃうんでね。そう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 。今日は放送できる内容でお届けしたいと思います。健全になる。はい、そうそうはい、今日はね、いろいろまあ写真とか動画もいただいてるんですけれども、ほぼフリートークの感じになるから、私今ね、時間配分どうしようかな、ちょっと考えながらやってるところなんだよね。でもここ3回の経験値としてはすごい、私 MC うまいでしょ流れをつかまえそう、司会うまいんですよ私、何気にね。砂系のたまものだよね。砂系のたまもの。ありがとうございます。そこでね、こういう生放送にも慣れて、もうね、そういうぶっつけ本番に私は結構慣れきっているから、あんまり緊張も何もしないんでできているっていう感じなんですけども、平穏が一番ですね。まあ平穏じゃないこともありますけど、まあそんなことは置いといてねまあいろいろあるんですけどね、まあそんなことは置いといてね。うん、そう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 。で、今日はね、あ、そうだ、私今日は実は初めて髪をしてないんですよ。これ許可いただいて、来る前に言ってたね。私実は若かりし頃から札幌応援派で、札幌のビールが大好きで、今日来る前にこれをね見つけたから、あえてこれ髪したくなかったの。そう、あ、これ最初にこっちから紹介しようか。あ、種類が違うの。違うの。流れ星ゴールデンエール。札幌さんが出してます。私が一番好きな札幌さんから出してます。でこれねちょっと飲み比べしたいと思って番組中ゴールで、うん、でこっちはシンさんにゆかりがりを月明かりアンバーラがでこのあとシンさんのオリジナル曲で「青い月」歌ってもらうんですけど、ちょっとこれは月明かりアンバーラガーっていうのでちょっとねいいでしょ。で私その札幌さんが最近さ売り上げ落ち込んでて最近こういろいろ撤退し始めてるっていうのを聞いて、ちょっと私は応援したいので、なるべく私がお金が使えるところがあったら札幌のも買おうっていう、そうすごい私個人でできることをしたいと思って札幌応援なんですよ、うん、なのであえて今日はいつも紙に包んでもらってるんですけど、今日は紙に包まずにいきたいなということで、ちょっとそれいただいていいですか。ここのメッセージがいいじゃん。国産ホップの優しい美味しさを生かしたくつろぎのクラフトビールです。国産ホップの農家のこれなんて呼ぶんだろう、おたなえさんっていうのかなが育てた、うん、これだけどこういう時に言う時に間違えるとあれだよね。訂正放送しなきゃいけない、うん、フラのほのかを使用、うん、爽やかな香りと苦みが少なく軽やかな味わい、夜空を眺めながら、うん、一息つきたい、そんな心に寄り添うビールです。うんうん、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとそのビールをねいただきながらお二人の話を伺いたいと思います。これちょっと皆さんも札幌買ってください。私が応援している流れ星、札幌の流れ星ゴールデンエッグ。ゴールデンエール。うん、そうそうそう。うん、それをねちょっといただきたいと思います。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。ちょっと白ビールっぽい感じ、軽い、うん、軽めです。ゴールデンエッグまずいよね。間違えた。ゴールデンエッグね、新宿にあるライブハウス、私も使ってます。ありがとうございます。はい、ということで、もうちょっと贅沢に札幌さんのお話をさせていただいたんですけれども。はい、では、シンさんのお話に行きたいと思うので、ちょっと写真をお願いします、シンさんの。これは新潟に行く前に、うん、これかねてより悪友さんの僕が大ファンというかね、一番尊敬させていただいてる作詞家なわけですよ。4000曲生涯に書いたという、ね、さっきちょっと話しましたね。ずっとアクさんの方もね、著作が今アクさんで200冊くらいあるのかな。ちゃんとここの記念館にはその書かれた本のリストもね、実際の本も展示されていますけど、僕アクさんの記念館に行って一番驚いたのは4000曲っていう曲を書いた、うん、ディフさんは頭に歌謡曲結構知ってタイトル、うん、それは恵子ちゃんもそうだと思うんだよね、うん、こういうイベントを司会してるわけだから、うん、どのくらいアクさんの作詞をした作品、うん、今空で言えますか、関わってるってことですか。そうそう、それアクさんが書いたヒット曲です、うん、ああもういっぱいありますけど、ありますよね。それだけどごめんなさい、私そこからオリジナルに変わっていくじゃないですか。だから聞いたものを、まあ、表現の仕方で学んでいくことにはなっちゃうんだけど、まあやっぱりそうですね、悪友さんかパッと出てこないもんでしょ。中森明菜さん、いやいや、もうだから4000だからもうほとんどの変わりがあるんだけど、そうですね、1曲上げるとしたらね、うん小倉圭さんとやったのがありますけども、ご存知ですか。小倉圭さんが曲を作って、小倉さんが曲を詞をかけて、ああなんだろう、愛さんさんじゃないよね。あそれはあれじゃないですか。美空ひばりさん？いやいや、歌ったのはそうだけど、小倉圭さんは両方書いてる。いやいや、愛さんさんはあれ、愛さんさんどっちだっけ、それ知らないと怪しい雲行きになっちゃう。小倉圭さんの曲を書いてる。秋元康さんですか。おお、秋元康さん、最近のね。僕はアクさんの書いた曲でね、一番好きなのは沢田研二さんが歌った「時の過ぎゆくまま」。3億円事件、それはよく聞くわ。そうです、3億円事件のね、いやいやテーマソング、いやいやテーマソングってのは3億円事件のドラマがあって、それそれのテーマソングみたいな。だから沢田研二は出てこないけど、歌を歌ってるだけな。歌がね。時の話。あ、ごめんなさい、話題変えちゃって。だからその僕思ったのはね、そこで4000曲書いても一般の人たちが何曲、あ、そういう特定のぐらいのパーセンテージ知ってるから。確かに作詞家まで私もたどり着くってなかなか、やっぱり自分たちは歌を書く端くれとしてね、そこは着眼僕はしたんでね。プロの人はみんなそうですよね。私なんか疎いけど、例えば40曲僕だったらアクさんの書いたし歌ったり、そらんじでこうね弾き語りしてみたりっていうことができたとしても、たかだか40曲なんですよね。でアクさんの本の最後の書かれた本の中でね、最後のページに書かれてる言葉があるんですよ。これちょっとご紹介したいんだけども、50代で創作のモチベーションが落ちていく。でアクさんががんにかかる前に1曲だけヒット曲を出してるんですよ。ご存知？歌った人が川島英語さん。あれ時代の涙と男と同じか私は知らないんで。あれはアクさんの詩ではないけど、ね。あ、違うんだ。これはデュークさんのね、世界観にすごく近い、作品だと思うんだけども、川島英語さんがボーカルを取った時代遅れと。はい、時代遅れ。聞いたことある。それがアクさんの。生前最後の人、最後時代遅れの男になりたい。そうです、それです、時代遅れの。なんか思いがあったのかな、そういうね意味でね、なんか意味がありそうだね、いろいろね。いや、まああれはほぼ居酒屋の世界、そこを僕はね着眼しました。はい、そういう意味でこの写真をね一枚目、あ、そっかそっか、一番最近の話題、あ、それで悪友記念館、はい、ぜひ皆さんね、悪友記念館今もやってるんですか。今ずっと常設店で期間がないので、10時からね5時まで営業してます。明治大学で、はい、明治大学で行けばすぐ分かります。もちろん入場フリーです。へえ、はい。白虎隊の歌がありましたね。それから出てこないんだよ。めちゃめちゃ古いじゃないですか。それなんえ？白虎隊の歌すごい。ベイアンが曲作って、悪友さんが。はい、余計なことでした。はい。そういう意味でね。ずっとやってるんですか今も？いや、今もやってる。常設店だから。そうですか。ぜひ行ってみてください。だから悪友さんが明大出身。そう、明大出身。はいはい。なるほどね。なんかなんだベースボール、少年野球、瀬戸内少年野球団っていう、ね、はい、あれの映画の印象が強かったですよね。ああ、それ見た、これはもちろん、はい、世代ですから、救急車。あ、年齢的にはデュークさんがちょっと年上、ちょっと年下、私はだいぶ下。わかりやすい。28歳じゃなかったのかよ。なぜその瀬戸内少年野球団から年齢エイジの話に。いや、今なんかなんだっけ、年齢の話がちょっとちらっと出たから、そんな話をしてみた。アクさんのね、その作家魂みたいなものをね、この記念館で触れてみてはいかがでしょうかという意味でね。なるほど。はい。はい。その1枚目が悪友さんの写真でした。はい。はい。じゃあ2枚目ですね。お願いします。これはどこの写真でしょうか。これはね、札幌のね、ちょうど夕方5時ぐらいかな。これね、中学生が2人見えますかね。中学生なんだ。うん、リュック背負った少年と少女。はい。僕がこう撮ってる場所が喫茶店なんですよ、公園のね。この中学3年生の時に僕ね、ビートルズ。すいません、秋元さんは川の流れのようにでしたということで、今訂正が入りました。愛さんさんは誰なんだ、調べてもらいましょう。でね、この僕が中学生の3年の時にビートルズのね、あ、小倉圭さん、はい、ありがとうございます。でこのぐらいのね、中学3年の頃にビートルズの曲に出会って、いつかこういう素晴らしい歌をね、ビートルズのように量産はできないけど、一つでもね世の中にね残せる歌を書こうって誓ったんですよ。あれですよね、シンさんが曲を最初に書き始めたの中2 14歳、14歳の時だね。1回目にね、こちらに出させていただいた14歳で最初の曲を作ったっていう。最初の曲前回初めて登場の時に教えていただいた。あれ面白かったよね。俺中学3年。そうリュウさんちょっと年上だからね。いやいや年上じゃなくて、負けたと。中学2年でしょ。僕中学3年だから1曲目だから1年負けた。そういう意味でね、この夕暮れのね、こういう風景を見るとその頃のことを思い出してまた頑張ろうっていう、むしろノスタルジックやノスタルジーの気分に浸るんじゃなくて、その時の気持ちありありと思い出せるんだよね。小学校までまあいいか、はい、だんだん情熱ってうせってってしまうでしょ。いろんなものが加工していくでしょ。肉体も下がってくるし、膝も曲がってくるし、髪の毛も白くなってくるでしょ。だからそういった気持ちだけは退化させないようにっていう意味で2枚目に言えない。いい話でしょ。いい話。この写真を見ると、こういう風景を見ると初心に帰る。そうね、こういう風景ね。これはいっぱいこういう風景たくさん僕残ってるんだけど、これ特に東京であれ、広島であれ、どこであれみたいなね。どこであれね。同じ気持ちになれるっていう。そうです。鳥越であれね、浅草橋であれ。その夕暮れって一日の終わりね、夜になる直前でしょ。一番いい時間じゃない。さあこれからね、チューハイでもやりながら焼き鳥をねつつこうかなみたいなね、そういう時でもあるし。確かにね、夕暮れを見る時間って意外とそう贅沢だなって私は思ってて、そうそうそう、会社員やってる時って夕暮れの時間って見えないんですよ。そう、今の自由な時になって見られる日が増えてっていうのを感じているので、そうそう、贅沢な時間を見ているなと思ってる。いい視点だよね。そういう余裕を持ちたいよね。こんな厳しい時代であってもね。そういう感じ。夕暮れの私の記憶だと、高校の時に初めて買ってもらった楽器がトランペットだったんですよ。トランペットなんだ、ギターじゃなくて。ギターじゃないんだよね。で、まあ好きだったんで、当時ニニロッソっていうトランペッターがいて、でそれを聞いた時にハマっちゃって、学校が終わる、夕暮れが迫ってくる、校庭の隅っこに行って毎日吹いてましたね、ニニロッソ。いつか綺麗な女の子が声をかけてくる。ああ、そこで吹いてる。逆なんで、初めて来た人が先生でしたね。あら、うるさいよ、頑張ってるね。あ、いや頑張ってるんだよ、すごいね。でそこで吹奏楽をやろうってことになって、そこは学校に吹奏楽なかったんですよ。でお前がそんなしつこくやるんだったらやろうと。まあただ学校の先生大変でしたよね。 PTA と楽器揃えるだけで偉いさが、結構なね。そうそうそう、っていうのが夕暮れの僕の。すごいですね。みんなそれぞれのね、夕暮れに対する思いがあるので、あってしかり、あってしかり。そんなね、景色、心を打つ景色が夕暮れですね。じゃあ3番目いってみますか。はい、30年。この映像が出るんだよね、このラジオの中にね。映るんでしょ。映ってる映ってる。これはですね、28年小樽で続いたライブハウスの看板です。で実はこれ、この後にまた新しいお店になるんだけど、まあ残念ながらね、3年8ヶ月でねお店を閉じることが決定しました。ですでにもう閉じてます。で実はこの間連絡があって、また新しいオーナーからね、ぜひ僕に出てほしいということでね、が継続することになりました。同じ場所でね、ぜひ恵子ちゃんがね、リュウジさんにもいつか。場所は札幌小樽。小樽っていうのは小樽の花園三丁目っていうところなんだけど、周りにお宮さんが200軒ぐらいで、いいね、その一角。これは店の中ね、中にある看板なんだけど、このウッド調っていうかね、山小屋風のこういう木目な感じのお店。はい。どうやって行くんですか。小樽駅から歩いて15分ぐらい。小樽駅から歩いて15分で、飛行機で行って、もちろん飛行機で行って、新千歳空港から JR かバスに乗って小樽歌の駅からタクシーに乗ったら5分からメールちょうだい。あ、もちろん毎日が YouTube になっちゃう。いやいやいや、もちろんいつかね、恵子ちゃん、リュウキさん、このお店で歌ってもらいたいなっていう意味を込めてね、この写真持ってきました。はい。持ってたい。最後かい。はい、次は4枚目。うん。あ、ツイッターにコメントありがとうございます。すごい素晴らしいね。はい、ありがとうございます。あ、みやちゃんだ。こんばんは。今年の夏の暑さは千尋ですが、もうこれ以上乗り越えられません。そんな皆さんの乗り越え方をぜひとも教えてくださいという。ね、昨日も一緒にご飯食べたみやちゃんからありがとうございます。これ生で見ててくれるかな。ね、うん。じゃあゆっこさんからいきましょうか。みやちゃんは本当に。俺にとっては昨日メールもらったばっかりで、あの時昨日ね、一緒に歌ってで一緒に合奏してくれたの、あの時にメールもらっ今日だけどメールもらったのに不思議な言い方をしてきて「デュクさんってまあいい人だと思ってたけど、あなたの靴が素晴らしい」ってなんで私もそれ聞いた。その靴がすごい綺麗だねって。いやいや、だからそういうちゃんとしてるという意味合いで言ってくれるわけだけど、いやいやいや、そう人はどこを見られてるかわかんないなと。女子はね、靴をチェックするんです。例えば付き合う相手を選ぶ場合、靴を見る。だけどその暑さを乗り越えるというのはやっぱり一緒に暑くなった方が乗り越えられる。ああ、なるほどね。サンバサンバみたいな。いやいや、そうじゃなくて音楽って合奏で乗ってで一緒に汗かいてでその協調感ねが乗り換える方法じゃないかと思います。なるほどです。ありがとうございます。シンさんはどうですか？いや、これね、突然来たけどね、僕ね常に考えてるところ。僕どさんこでしょ。でもね、僕ねサラリーマン辞めて沖縄ステイしたんですよ。その時ね鍛えられました。その時にねこのメラニン色素が壊れてずっとこの顔色になったけど、別に肝臓が悪いわけじゃないし、尿管結石の病み上がりでもないんですよね。至って健康でね。健康で。僕大事なのは暑さに負けると思ったら負ける。だからこの暑い時の歌をたくさん作ってやる。おお、季節に合わせて。寒くなる歌詞を書いてやる。そういうふうにやるね。あとはさ、水に触れる、湖に行くとか、早朝起きてね車運転できるんだったら早朝の潮騒を聞きに行くとかね、あとカモメに挨拶をしに行こうとかね、水に触れる、いいでしょこれ。あ、そう、あとね、月明かりアンバー、そうそうそうね、時にはこういうのをガブ飲みしたっていいじゃない。すべてを忘れてね。とにかく水に触れる。水のそばに行く。いいでしょう。さっき。はい。私ね、今そうみんなのを聞きながら考えてて、私めちゃめちゃ暑がりですごい汗っかきなんですよ。本当にものすごいもうねびっしょびっしょになるぐらい汗っかきなんです。どうぞ。そうそうそう。まあでそれでまあ知らない。あ、知らないよね。まあ知らないんだけど、まあとにかく私はエアコン大好きです。エアコンを物理的に冷ます。もうエアコンで物理的に冷ます、冷たい飲み物を飲む、もう体に悪いこといっぱいやるんだけど、あとやっぱり昨日ね、徹さんが浴衣で来てくれたりなんかして、私暑がりだから着られないんだけど、そうやってさ、なんかこう涼しげな格好してる人を見るとか、なんか涼しそうな人を見るとか、涼しげな、みやちゃんもこの前洞窟いてたと思うんだけど、そういう写真見たりとか、そういうので、涼しい気分を味わうっていうのが、いいのかなって思って、います。ホラー映画とか見ない？ホラー映画ね、私苦手なの。ホラー漫画とか。なんかさ、私さ、ジェットコースターとか、お化け屋敷とかさ、お金払って行くのが私なんか腹立つんだよね。お金払いたくない。だからそれに対して、なんで私がなんかこうさ、怖がるのにお金を払わなきゃいけないのって嫌な思いですよ。そうそうそう。それがちょっと私は納得がいかないからあんまいかない。非常にいい質問ですね。みやちゃんありがとうございました。そうそうそう。大変だよね、暑い時は。そう、涼しく過ごすにはね、皆さんも参考になったでしょうか。ありがとうございます。いい質問で。これで僕の写真を持ってね。4枚目までいったっけ？4枚で終わり。あ、わかった。じゃあ動画だね。動画じゃあちょっと後で生演奏もしますけれども、あ、これまだ流してないんだ。あ、もう一枚ある。これはね、初めてスナック稽古という企画で、最初は月の宿だったと思うんですけど、これが2回目かな。64回出てるんですね。僕スナック稽古さん学校だと思ってるから。ありがとうございます。で、これスナック稽古関連で、神楽坂の赤城神社の裏から上がった階段の途中だね。これ左に小さく写ってるの自分なんですよ。そういう意味でスナック稽古が学校なんだっていうね、初心忘れるべからずという意味でね、この写真だけ残してるんですよ。はい、いいでしょ、この写真ね。これ実際にこれからスナック稽古に参加するっていう時間、ああ来る途中の時間なんだ。そう、スナック稽古を通してね、今もお付き合いしていただいてるねミュージシャンたくさんいるんですよ。だからね、スナック稽古っていうところをね、忘れないように、そしていつかね、稽古ちゃんに大きな、自分にとって大きなね、恩返しをしたいなって、そういう気持ちも忘れないように、この写真をチョイスしました。ありがとうございます。私もちょっとね、これからね、私なんか上り調子らしいんでってみんなに言ってますけども、そうそう、これからみんなに恩返ししていきたいと思うので、シンさんもありがとうございます。どういたしまして。はい、では動画行きましょうかね。時間もしてます。動画行きましょう。動画すぐ出るの。すごいな。時間出ないのかな動画。あ、大丈夫。出た。音も出る。違う、これはね、神戸観光ツアーにね2回目行った時に神戸で2か所歌ったんだけど、聞いてるかな、神戸の音の泉と音の泉ね、そういうお店です。こういうねハイクラスなクオリティの音で生演奏をレコーディングできるんです。その映像です。あ、本当だ、いい音。音いいでしょ、ボーカルで。ここのマスターとママはプロシンガーです2人ともね。どういうプロシンガーってことやっぱこの教えているボイストレーナーみたいなお二人ともね、そういうお二人が経営しているお店です。音の泉ライブバー音の泉。音の泉、そう、音の泉、神戸。神戸。ここもね行きたいな。りゅうこちゃんよ、りゅうこさんと。りゅうこさんすぐ行けるじゃん。神戸。名古屋からさ、近いからね。自分がこう日本全国すると裏裏があるので足伸ばしてね。足を伸ばして。いつかみんながね、そういうところにまたね一緒に行けるようにしたいな。私も多分2年後には行けると思う。そういうこと考えながらもね回ってます。え、誰が起きてる。もういいね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、シンさんの第一次ターンということで、ありがとうございます。素晴らしい。もうね、今日は新潟からね、お帰りということで、ちょっと開けちゃったんですけど、柿の種もいただいて、ちょっとつまみ。亀が製菓。ね、そうそうそう、新潟といえばです。亀が製菓、いただいております。はい、美味しいです。あ、固まっちゃった。なんかビールに合うよね。ビールに合う。ビールに合うよね。すごい音だ。あ、すごい音。ちょっと2本目ちょっと。え、もう飲んじゃったなこれ。まだあるんだけど、ちょっとテイストだね。テイスティングっていうことで。こういうのってどういうマイクに聞こえるんだろう。突き当たりアンバーラガー札幌さん。はい。今売り上げ減少中ということで、私はすごい応援したいと思います。減少中って言っちゃうんだ。そうなの。もうこっちのメッセージは何だろう。あ、待って。ちょっと待って、もうあんま時間がない。あ、うん、多分ね、普通の札幌を飲み慣れてる人はこっちの方が好きかもしれない。こっちはクラフトビールっぽい味、流れ星ゴールデンエッグは。で、月明かりアンバーラガーは割と一般のビールっぽい感じ、飲みやすい感じ。うん、うん、国産っぽい。あ、でもちょっとコクが優しい感じ。うん、うん、うん。デュークさんのターンに行きたいと思います。はい、ぜひこれ2本飲み比べてくださいね。札幌さんのこれコンビニでやってます、セブンイレブン。はい、言っちゃった。はい、ではお願いします。美味しい、これ両方。うん、飲み比べて。あ、これね、ヒートアップだ。おなりますのヒートアップ、私の推し店ですよとか言って、あれだよね、区別していけない。だってエレキリードギター弾いてるのがマスター、プロのミュージシャンですよ。左がプロギタリストでお店のオーナーの宮坂さんです。シゲジーのベースが良くてね。まあ今私の一押しのお店なんで、またご紹介したいと思います、来月。またね、大サービスを来月取り付けてしまったので、今日やり取りしてメッセンジャーマスターと思います。めっちゃ美味しいんだよね、私食べて。皮から作ってるんですよ。それをビュッフェで出してくれるなんてありがたくてしょうがない。私は有料でもう本当にみんなに味わってほしいってずっと言ってたのに、それをビュッフェで出してくれるとか、もう超太いから。声出てるね。楽しい。声出てるね。マイクもいいよね。マイク。相乗効果、相乗効果。いや、私やっぱマイクいいとこに来たいわけよ。ボーカルとしてはさ。マイクダメなとこやっぱさ、がっかりするじゃん。ベースが響くでしょ。うん、ベースね、聞こえるよ。このしげじさんのベースがすごいからね。ここからマスターだよ。ソロ、ギターソロ。宮坂さんギターソロ。私宮坂さんに何も言わずにいっぱいヒートアップの動画出してるよ。今度広告料ちょうだい。今度餃子出してもらうんで。リクエストばっかりしてる。すごいね。餃子だけで集客できるよね。餃子だけで集客ができるぐらいの美味しさなんですよ。ビュッフェ料理1000円であんな料理食べる。前回ね、シンさんも食べていただいた。シンさん食べなかったんだ。ダイエットで食べなかったのに。あ、そうなん。でもめっちゃ美味しいから。このラストがさ、すごいマスターでリードギターの。まあ昭和のダジャレの歌ばっかりなんだけど。ここから宮坂さん、彼女を募集中でーす。そんなこと言っていいの？すごい喜んでた。言っちゃった。宮坂さんさ、絶対人気あると思うからさ。人気高まっちゃうね。女性独身じゃないよね。独身なのよ。それが独身なのよ。今ね、狙い時なのよ。小裸にね、お伝えした方がいい。すごいな。ごめん、言っちゃった。あ、でも多分喜んでる。聞いてくれてるのかな。聞いてくれてるかわかんないけど、後で聞かせよう。送りつけるから。でも楽しい場所だよということ。駅から近いしね。もう駅から地下鉄成増駅からだったら徒歩1分、東武東上線の駅からだったら3、4分かな。リフさんがね Google ソング作ってくれたからね、それを事前に見たらさ、目つぶってもいけたよね。目つぶったらいい。目は開けた方がいいよ。頭いい。目は開けた方がいい。一発でだったもんね、あれヒートは。このもう一本ヒートアップのやつがありますよね、動画。あ、これだから聖子ちゃん歌わないってさっき話したけど、ああ今後ね、今後歌わせていただきます。センモデュークさんのオリジナル曲。音声は同じ、ギター、リードギター、宮坂さん。コロナ禍で今ましたそれぞれ生き方探してるけど、みんな別々に故郷が違い、本当あそこでだいぶ変わったよね、人の生き方が。変わったで、人の縁も変わった。切れる人、つながる人、すごく変わった。やっぱりこう自分がその絵をこうね大切にしたいと思える人と、必ずしもそうじゃない人とね、枝分かれする時があるけれども、実は心の中ではもう決まっちゃってるかもしれない。いや、流行り病の時っていろいろなんかさ、人を信じる心みたいなね。塾さんね、さっきねおっしゃってましたよね。そういうものがね。あった時に気が付く傾向に作られた。まさにそうですね。やっぱりこう楽しく歌える場所があって、で全く知らない人と出会って、で話していく中で人と一つの関わりができて、で関わりができるから負ける人と勝てる人としてできるんだろうけど、それで学んでいくんだろうな。あ、消えちゃったね。あ、いや、ここまでだった？ここまで。あ、そっかそっかそっか、びっくりした。そういうね、つながり方も変わった2年前、2、3年前かな。そうですね。じゃあ、今ね、ヒートアップの成増のヒートアップの動画だったんですけども、スナック稽古まだあります。まだ2本ありますので、ソーズバーの動画をちょっと。六本木のソーズバーです。勝手にしやがれー。あれ、ちょっと待って、これって悪意ですか？これ悪意だね。およく気が付いた。大物は後から出てくるよ。あ、出てくるの？隣の女性がいつ出てくるかなみたいなね。まだ出てきてないもんね。あ、出た、イントロで出たわ。感想があるね。感想でまた出てくるわ。出てきてくれって言って。作詞は悪友さんですね。作曲大野さん。大野勝之。お、勝つお。勝つお。女性スタッフの方がフルートを吹いております。だからスナック稽古楽しいんだけどな、みんな来ればいいのにな。六本木ね。六本木は割と多分都内に六本木と乃木坂と中間ぐらいだから東京ミッドタウンでしょ。そこからすぐですよ。行きやすいよね。行きやすい。都内でお仕事してる方はね行きやすいと思うんですね。この次はいつ？次は9月第4水曜日。第4水曜日で決まる。で順番にこうやってねやるわけだ。うん。来の水曜日。来週の水曜日来てくださいね。でもいろんな方がいるよね。うん。結構六本木という土地柄ちょっと芸能的な方もね。業界の方もいらっしゃったりするし。うん。はい。文字で一生懸命伝えとしてこんぐらいで、はい、ありがとうございます。これ全部入れたんだよ。うん。フル。はい。フルだねこれね。今ねリフレインだもんね。あ、もう一回か。レミちゃんがフルと吹くからそこまで入れたんだ。あ、そっか。じゃあどうしようかな。もうちょっとだけ六本木ソーズバーの道上に行く。時間あんまないんだよね。じゃあちらっとだけ。はい。あ。この歌詞をさ考えるの面白いんだよね。じゃあ乃木坂からだっけ？乃木坂。ジャニーズにもそう。デュークさんが結構行きつけのお店の、道順ソングを作ってくれてて、六本木ソーズバーもあるねバージョン。じゃない？違う。これ違うね。え、嘘。あ、じゃあ大丈夫です。じゃあ大丈夫です。今の解説と違う。はい。じゃあちょっとそれはまた別の機会に、はい。調べて Google マップで六本木ソーズバーで出てくるから。ありがとうございます。そんな感じ。さすがすごいね。さすができるスタッフ。ありがとうございます。ソーズバー出た。はい、ありがとうございます。はい、ミッドタウンから近いのでぜひ自分で検索してきてください。検索すればすぐ出るからね。そう、みんなもうだってねスマホ使ってるでしょ。わかるでしょ。そう。はい、そういうことでシンさんの生演奏をねお届けしたいと思うのでよろしくお願いします。僕ね、時間が3分ぐらいかな。いや、あと8分。あと8分か。恵子ちゃんにねいつか歌をね、それはやっぱり中途半端な曲をね提供したくないという自分の気持ちがあって。これいつだったかな、去年の8月から構想を練ってるのかな、7月8月っていうね、時期的にはテーマなんだけども、まあ女の一生っていうのはすごく短いっていうね、恵子ちゃんの人生もあと60年ぐらいだと思う。ちょっとワンコーラスね「おこしえの君」という。夜が咲いて今宵はふずき日暮らし泣いて今宵ははずきとこしえの花見よえど姿見えずとこしえの君いつの日にか会う。いやー、まあ完成してるんだけど。まあこれはね、恵子ちゃんのキーがね、多分この A マイナーでいいと思うんで、まあ曲のキーが大体把握してて、でデュークさんがね、名古屋にね10年間の単身にすごく寂しい気持ちがあります。なぜかというとスナック稽古行き始めた時にリュークさんはいつも、ね、いらっしゃって、ね、本当にほとんどいたのかな。リュークさんと一緒にねステージを通い続けてしまいました、ね、稽古ちゃんにとってはリュークさんとっても大事な人だったしこれからも大事な人であろうと思うけどね、リュークさんのためにねこの歌をちょっと歌いたいと思います。英語で言うとブルームーン。ー日本語でコールをお願いします。青い月。プロの心の花乾いたらおいでスナック稽古鳥の集う川のほとり山の小屋へ僕はどこへも行か窓の向こうの青い月南風が頼り運ぶここに変わらぬ季節のぬくもりがふるさともっと見つめてごらんよと窓の向こうの青い月道なき道に迷ったらおいでスナック稽古へ街の暮らしに疲れたらデューク奥田さんに会いに夜はこんなに優しいよ窓の向こうの青い月ずっとこうしていたいよいればいいよと青い月ゆうきさんお疲れ様でした。またお疲れ様じゃないですよ別に人生お疲れ様じゃないですよこれからですよ頑張んないといけないんで、いやいや東京はねこれでっていうことですけど、だからスナック稽古を名古屋から行くのは近くはなくなってしまったけどねえ、もうちょっと東京にあんまりや語るとね終わらないよね、僕もたくさん思い出あるから。今日はそんな思い出深いお二人にお越しいただきましてありがとうございました。なんか今の歌泣いてるね。リュウキさんと僕のね一番の思い出ってあるんですよ。リュウキさんはいつもトップバッターをやっていただいてきてくれたと思う。ほとんどね。そして必ずコマーシャルソングのねメドレー。歌謡曲のメドレーをやってね、オリジナルソングをやってね、流れをリクさんはずっと踏襲してきたと思うんですよね。でリクさんが僕に送ってくれた動画の中で「時代の風」、素晴らしい曲です。僕はリクさんの曲の中でこの曲も好きだけど、あといくつか大好きな曲があるね。そういうのをいつかね、リクさんと2人でそれこの前やったらペコちゃん泣いちゃって、素晴らしい。あれは嬉しかったのは通じたっていうことになるのかなというのを思ったね。リクさんがもし亡くなられてもね、バカ野郎その歌は残るみたいなね。それ宿命だからリクさん、宿命だからね、我々の宿命。私が2人が泣きやと受け継いでいける宿命だから、これは避けられない運命だからね、宿命っていうのは。なんか時間が締めよう。そうです、50分なので、はい、今週はこれで、あとまた2週間後にじゃあこれを今日はお二人もありがとうございました。そしてこの札幌さんの流れ星ゴールデンウィークと月明かりアンバーラガーも美味しいので、ぜひお試しください。買って帰っておしいのもね、買って帰っておしいのもセブンイレブンにある。セブンイレブンで売ってますだけじゃないんでしょ。あ、分かんない、他でも多分売ってるから絶対飲んで。セブンイレブンって俺の孫の生まれた時に、ああそっかそっか、イエーイ、まったねー。